What up, YouTube? This is Kirito HD Gaming coming at you with Chapter 3, Part 2 of Final Fantasy. Yesterday, I did Chapter 2 and about 25% of Chapter 3 all in one video. So let's get started. あんたがクラウドだね。ああ私は大家のマーレで、一昨日来たんだって。それまでは上かい？いろいろだ。訳ありか。あ、ここに流れ着くのはみんなそうさね。困ったことがあったら何でも相談しな。ティファのこともね。ティファがどうしたんだ？泣かしたら承知しないってことさ。あの子は私の孫同然だ。覚えておこう。ほら、さっさとセブンスヘブンにお行き。ティファはとっくの昔に出かけたよ。星のために爆発。もう一回様子を見てくる。一番と八番。星の命のことは分かってない奴が多すぎるよ。神羅の洗脳さ。おはよう。ああ、マリンが眠ってるの。静かにね、うん、じゃあ早速働く。JS フィルターの交換に行きたいんだ。ジェシーが作った汎用毒性物質除去フィルター。水の嫌な匂いが取れるって評判で、この店よりずっとお金になるんだよね。この辺りのほとんどのうちが使ってるから、新しいのを持って行って代金と古いフィルターを回収してくる簡単なお仕事。聞いてる？ああ、勘弁してくれ。揉め事がないなら俺の出番はない。踏み倒す気満々の人もいるんだね。お守り代わり。さっさと片付けるか。ありがとう。ついでにスラムを案内するね。回収した代金はそのまま受け取って。来たばかりで何かと入り用でしょ。助かる。それでも足りない分は後で渡すね。今バレットもお金をかき集めてるから。今日中にもらえるなら構わない。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテムやと。こんにちは、 JS フィルターの交換です。ティファちゃん、いらっしゃい。待ってたよ。あれ、そいつは？集金係のクラウドです。お代は彼に。あんた、うまいことやったな。その役目変わってくれよ。あんたには無理だ。あ？クラウド、そうだ、せっかくだから買い物すれば。見るだけ見てみよう。
毎度。今後ともご贔屓にいつでも歓迎するよ。ティファちゃんと一緒に来ればな。それじゃ、またお店で。いつもの用意して待ってます。上から仕入れたアイテムもあるよ。店の常連さんなの。買い物をするとおまけしてくれるよ。俺にはどうだろう。もう少し愛想よくする。おまけ目当てで？ありえない。じゃあ次の集金は展望層の大家さん。もうあった。じゃあ人柄は知ってるよね。アバランチの大事な協力者だから愛想よくね。マールさん、フィルター交換です。ティーファ、待ってたよ。おや、あんたもいたのか。仕事だ。顔。集金係を頼んだの。ちゃんとお守りよ。私結構強いから、それは大丈夫。知ってるよ。でもクラウドにやらせないと。こんな愛想なしだもの。戦うことくらいしか取り柄がないんだろ。そんなことは。顔。最善を尽くす。吐きがないね。疲れてんのかい。だったら部屋でしっかり寝るんだよ。スラムの心得その1ね。そういうこと。ほれ、手を出しな。マーレさん、ありがとう。じゃあ行くね。ああ、稼いでおいで。マーレさんのおかげですぐここになれたんだ。ここは長いのか。もう5年かな。そんな話より、集金集金。次が最後の武器屋さん。ティファちゃん、フィルター交換かな。えい、あのフィルター全然効果ないぞ。申し訳ございません。ではこちらのフィルターを試してください。もういらないから帰ってくれ。残念です。ではここまでの生産をお願いします。なんだ、効果ゼロなのに払うかよ。代金は彼に。世の中なめてるんじゃねえぞ。払うよな。ありがとうございました。これでフィルター交換はおしまい。お代も受け取ったし、武器見てみる？それより、バレットの集金はいつ終わるんだ？今晩の開店前には。それまでまだ時間があるけど、どうする？そうだな。あのね、アイデアがあるんだけど、聞く？本格的に何でも屋を始めるなら、まず縁を作るべきだと思う。ご縁はお金より大事だから。スラムの心得か。うん。縁が仕事を呼んで、いい仕事をすれば評判が立って、それがまた縁を呼ぶの。どうすればいい？自警団の仕事を肩代わりとか。ほぼボランティアだけど、縁はつながるよ。やってみよう。詰め所は誰もいなかったから上に行ってみよう。武器屋、覗いていかないかい。スラムで暮らすなら一人に一つ。自警団の建物もあちこちガタが来てるわね。修理したいが後回したな。瓦礫通りのモンスター、なんとかしねえとな。明
俺が挑戦してやる。一人じゃダメよ。瓦礫通りのモンスター、なんとかしねえとな。自警団の建物も、あっちガタガタねえよ。That's weird. Not letting me talk, though. Chiuri Staiga, Atomastana. Gareki Dori no monster. Ojisan, sono kao, tsukarete run ja nakute, kakko tsukete run no ka? Ojisan, dojo katai na, tsukareta ra yasumu, slumの心へその位置だぜ。今日は二人が当番なんだ。あ、もしかしてクラウドさん入団希望っすか？場合によってはな。自警団は何をするんだ？いろいろあるけど、まず居住区に紛れ込むモンスターを退治したり、住民に自衛法を教えたり、それがメインだ。自分の身は自分で守る。これスラムの心得っす。クラウドには実績が必要なの。いい評判、いいご縁、それを自警団で作れないかなと思って。もってこいの話があるっす。俺たちじゃお手上げのモンスターだ。金は出せないが俺らなりの礼はする。そうだな、まずはその剣改造してないだろう。ああ、小細工なんていらない。それなんかの誓いか？改造すればあんたもっと強くなるぜ。おせっかいだろうけど手順を教えるな。できたか？ま、使いながらいろいろ試してみるんだな。ああ。それから俺らなりの例その2、何でも屋の宣伝だ。ウェッジがいればすぐにスラムに知れ渡るよ。クラウドさんのためなら腹ペコでも街中を練り歩くっす。で、モンスターはどこにいる？瓦礫通りだ。頼んだぞ。クラウド、一緒に行くね。一人で十分だ。でも道知らないでしょ。頼む。任せて。スラムで一番のガイドよ。おじさん、この顔疲れてるんじゃなくて。瓦礫通りはスラムの西の方、モンスター避けの防護壁の向こう側。念のため準備はしっかりね。
協力者を選定中。ウェッジ経験だな。ティファちゃんに怪我させんなよ。ここが瓦礫通り。モンスターが喜びそうなところだ。うん、ゴミもモンスターも増える一方。クラウドの腕前見せて。そこ。よっ。行くよ。うわ。起きな。終わりだ。よっ。待て。わっ。すごい。これがソルジャーの戦い方？ほんの肩慣らしだ。余裕だね。どんどん退治しよう。隙をつく。ここまで。出ろ。狙うぞ。終わりだ。行け。ここまで。がいればモンスターなんてもう怖くないね。ティファもな、正直驚いた。スラムに5年だからね。自分の身は自分で守る。さて、これはスラムの心得何番？覚えるのか。ここで暮らすんでしょ。さ、もう一息頑張ろう。集中していく。じゃあ消えろ。そろそろモンスターは片付いたかな。どうせすぐ湧いてくる。後ろ向きだな。束の間でもこの町に平和をもたらしました。めでたしめでたしでしょ。そうか。すぐに評判が広まると思うよ。ビックスたちのところに戻ろ。協力者を選定中。あんた、今月のモンスタードーナツ2が出たよ。見て見て、最新のモンスタードーナツ2だよ。そこの家の一つだけ綺麗でさ。便利屋の見習いさん、今度頼むよ。ゆかちゃんのお隣さんになるチャンスだった。もう戻ったのか。ちゃんと倒したよ。見渡す限り根こそぎ。さすがの早業っす。助かったよ。俺らもしっかり宣伝しといたぞ。そうらしいな。だが一体どう伝えたんだ。まあまあ、仕事を真面目にこなしていれば評判はどんどん上がっていくよ。剣の調子どうだ。ああ、いい剣だな。お前との絆を感じる。ああ、
ずっと一緒。あ、クラウド？なんでもない。村を出てからのこと聞きたいな。退屈な話だ。それでも聞きたい。まだ時間あるし、仕事探しがてらどう？俺も行くっす。ウェッジはダメだ。ウェッジ、また今度ね。ひどいっす。ちょっとは気を使えよ。幼馴染の久々の再会だろうが。仕事を始める前に新しい武器を調達すれば？必要ない。武器屋さんもクラウドの評判を聞いてれば歓迎してくれるよ。行くだけ行ってみよう。瓦礫通りのモンスター根こそぎ倒されたってよ。俺が活躍するはずだ。宿直室の屋根穴が開いてる。あんた真相回転何でも屋なんだって。本当に強いの？おいあんた、どんなモンスターも倒す何でも屋なんだって。早速評判になってるみたい。だとしたらさっきは悪かったよ。武器が売れなくて気が立っててな。仕事で武器が必要じゃないかと思ってよ。よかったらそいつを使ってくれよ。詫び代わりだ。強えやつが使えばうちの宣伝になる。よろしくな。ああ。どうだ、他のも見ていかねえか。見るだけだ。また寄ってくれよな。新しい武器も用意したことだし、お仕事始めよ。まずはワイマーさんのところに行ってみない？誰だ？自警団に来る依頼をまとめてる人。ほら、何でも屋の仕事が見つかるかも。どこにいる？そろそろ詰め所に戻ってきてると思う。瓦礫の…協力者を選定中。やあ、ティファ君、困りがたかい？いえ、強力な助っ人を紹介したくて。何でも屋のクラウドです。おお、頼もしいね。町の安全と幸せのため協力しよう。報酬次第で危険な仕事も引き受ける。腕に自信ありだな。うってつけの依頼を紹介するよ。詳しい話は依頼主から聞いてくれ。働き次第じゃ新しい依頼も紹介するよ。助かる。協力者候補を発見。照合データの検索を開始します。体験を背負いながら呼吸を乱さない心肺機能、均整の取れた筋肉と骨格。想定外の逸材です。僕はチャドリー、シンラカンパニーの科学部門で学んでいる研修生です。僕の研究にご協力ください。まずは手付金代わりです。その見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。それで
新たなマテリアを開発できるのです。神羅の仕事ならお断りだ。僕はささやかながら神羅に反抗しようと活動しています。あなたなら理解できるはずです。新たなマテリアは神羅に対抗しうる力になると。どうしますか？僕を信じられないなら切ってもらっても構いません。俺は本当に切る。つまりそれまでは契約は継続ということですね。バトルレポートを達成したら必ず僕に会いに来てください。店でお留守番？うん。そっか、友達探しを手伝って欲しかったのに。この何でも屋のお兄さんが探してくれるって。本当？あのね、友達の特徴は手足が長くてスリムでスタイル抜群。好きなのはご飯があるところとか、おやつをくれる人がいるところとか、あとは隙間。友達は猫の兄弟だよ。猫探しか。3匹とも人懐っこいから、声をかければ寄ってくるよ。絶対連れて帰ってきてね。ちゃん、そいつ何でも屋始めたんだって？ああ。だったら化けネズミどもを倒してくれ。やつらめ、ウェアラットを引き連れて町中を食い荒らしていやがる。うちの倉庫も襲われて信用ガタ落ちだ。あんた今笑ったな。口の端がピクッとしたぞ。ま、仕事してくれりゃ文句はねえ。バケネズミは町外れに潜んでるらしい。ウェアラットの悲鳴を聞いて助けに来るって話もある。バケネズミのくせに仲間思いなのかもな。上から仕入れたアイテムもあるよ。アイテム屋といえばここ。お手頃価格の品物から揃えてるよ。戦いのプロはアイテムのプロ。上にさん、あれ、猫の鳴き声しなかった？近くにいるのかも。イカス曲だろ。気に入ったならほらやるよ。
猫の鳴き声、三兄弟かな。猫の鳴き声しなかった。近くにいるのかも。目元をしっかり見ろ。おい、この高級な神羅製品揃ってるよ。いらっしゃい。おや、珍しいお客さんだ。さては買い物じゃないな。あんたが噂の何でも屋だな。まあ、あんたならやれそうだな。タラが廃工場の羽トカゲども片付けてほしいんだ。あそこは俺たちの縄張りだ。うちの常連たちはジャンクパーツのためなら危険を顧みないから心配で。引き受けよう。ありがとよ。詳しいことはタラが廃工場を見張ってるナルジンに聞いてくれ。自警団のメンバーだ。じゃ早速準備していくよね。化けネズミはすぐには来ないな。どうしよう。待つ？あ、そうだ。アイテム屋さんに途中経過を報告しようよ。悪いことしたら容
せしないわ。あんた真相解決、何でもやなんだって。働き次第じゃ新たな仕事も頼みたい。見破るマテリアを装備にセットしてバトルレポートのデータ収集をお願いします。今月のモンスターナンバー